クラウド。7番街へ急がなくちゃ。あ。エアリス巻き込んじゃうね。分かってくれる。どういう知り合いなの？助けられて、助けて、また助けられてる。ん？ごまかしてない？どうして助けてくれるのかな？いった。コルネオが飼ってるのかもな。餌はコーヒー。ねえ、コルネオの話信じる？プレート落とすなんてアバランチを潰すどころじゃない。ミッドガルの危機だよ。シンラカンパニーがそんなことする？コルネオはありもしない計画で俺たちを脅したのか？あいつならやりそう。でももし本当だったら。え？万が一ってあるよね。ね、急ごう。何も起こらなかったらそれでよしでしょ。うん。ティファ、やっぱり下水道とつながってる。どうした？水路をたどっていけば7番街に着けるはず。ああ、6番街と7番街の下水はつながってるの。迷ったら水路をたどれってね。スラムの心得か。ううん、下水道はアバランチの逃走経路、いざって時のね。入り組んでそうだな。うん、この先に大きな水路があるんだ。まずはそこを目指そう。了解。やった！ここ、この大きな水路知ってる。向こう側は7番街だよ。6番街との境目か。とにかく7番街側の扉に入ろう。スラムに繋がってるはずなんだ。簡単ではなさそうだ。あの給水ポンプを目印にしない？迷わないようにしないと。落ち着いて乗り切ろう。うん、そうだね。来い。決まった。終わり休み。当然の結果だ。
先に渡って様子を見る。ダメ、最悪の事態考えちゃう。気持ちわかるよ。七番街の破壊なんてタッチの悪い冗談。もし本当でもギリギリで中止になる。そうなる。うん、エアリス何か知ってるの？ティファ、エアリス、一人ずつ渡ってくれ。了解。先に行くね。うん。最悪の事態？うん。どんな未来でも変えられるよ。私、そう信じてる。そっか。そうだね。楽しいことも考えるの。七番街、守ったら。守れたら、上で買い物、どう？例えば雰囲気のある小物や食器を探すの。ティファと？よければ。絶対行く。クラウドは荷物持ち。いっぱい持たせちゃう。俺がどうかしたか？なんでもない。悪いな。いえいえ。あれ、出口だよね。この水なくすか減らすかできないかな。あ、これ見て。店の貯水槽に同じようなパネルがあったよ。流れる水の量を調節するの。なんでも屋さん、どう？排水、これだな。らしい。赤いランプは排水パイプのつまり。手動ポンプでゴミを押し流してくださいって。私、店でやったことがあるよ。よし、
俺がやる。エアリス、ついてきてくれる？クラウドは他のエラーが出ないか見ていて。いや、俺が。力の差がありすぎるとダメなんだ。すぐ戻るから。店のとはやっぱり違うな。これはもっと本格的。行くよ。うまくいったな。頑張ったよね。うん。下がって。そう言われましても。またね。勝てたね。剣にはお任せあれ。お休みあり。よし、当然の結果だ。ようやく上行けそう。近い場所に出ますよね。またね。終わりだ。決まった。俺が先に行って出口を確保する。クラウド！見逃してはくれないね。私たち美味しくないよ。先に行け。エアリス。ティファンも行け。でもこれ一人じゃ。誰に言ってる。もう知ってるよな。俺は強いぞ。グランド、早く！アバランチの生成が決まった。誘導工作を開始する。上の連中は何考えてんだろうな。反乱分子は徹底的に叩く。うちは昔からそうしてきた。全部潰れちまうぞ。今さら善人ぶんなよ。ただの巡回だろう。
行こう、七番街へ。